はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田良治でございます。ちょっとずつやってたんですけれども、支部長向けと参院選向け、チラシの裏をデザインいたしました。今すぐ廃止すべき憲法9条、ダダーン、外国人生活保護、外国人実習制度、留学生超優遇、早急に法整備すべき、スパイ防止法、捏造報道の罰則、その他 NHK スクランブル放送実現、消費税減税、漫画やアニメなど一切の表現規制に反対、デトックスジャパンと、通りすがりの共産党員に殴られるっていうのがコンセプトで、作ってあります。イラスト屋さん の, あのイラストを利用させていただきました。イラスト屋さんありがとうございました。まあまあ、こういうような感じで、うようよしたのを隠さずに参院選やろうかな、どっちかというと極右な方向に行っちゃおうかな、思っております。産経新聞、1月30日おとといですね、昨日か、昨日の北朝鮮ミサイルは4年2ヶ月ぶりの高高度弾道ミサイルだった。直角に近い角度で落ちてくるロフテッド軌道で迎撃が難しいとされる、射程は推定5000キロ以上、敵基地攻撃に猶予はないと。産経さんもイケイケですね。敵基地攻撃をしろと、敵基地攻撃イコール反撃に反対するのは北朝鮮スパイのレッテル貼って対抗ですね。なんだおめえスパイがって言ってやってですね、牽制すると。維新馬場伸幸、敵基地攻撃能力の保有は不可欠、賛成。玉木雄一郎、敵基地能力攻撃の保有の検討は必要、賛成。まあ維新よりはちょっと弱いですけど、検討は必要。立憲泉健太、敵基地攻撃を実行すれば全面戦争への突入も想定される、反対。まあこれは野党の代表の言ってることなんですけど、敵基地攻撃イコール反撃であって、帝国からこっちから仕掛けるわけではない前提を泉はねじ曲げておりますね。向こうから先制攻撃仕掛けられたら反撃するって言ってんだから、向こうから何も言ってねえのに先制攻撃してくるような国とは初めからね、全面戦争の覚悟が必要ですよ。相手は帝国を保護し太郎と思って攻撃してくるわけです。ですからね、共産シーカズを戦火を呼び込む、反対してるんですけど、反撃能力がない国は帝国だけでしょ。あとの他の国全部反撃能力持ってますよね。持っただけで戦火を呼び込んでるか、呼び込んでないですよね。反撃能力持っただけで戦争になるってなったら、どこもかしこも戦争だらけになってるんだよね。やっぱり立憲と共産は北朝鮮のスパイのようで、まあレッテル貼りして対抗しようかな。北朝鮮は今月になって7回もね、ミサイルぶっ放してますけど、なんか関係があるかもしれないこの記事であります。パチンコ店がこの1年間で637店閉店。記事にはですね、新型コロナの影響や健康増進法改正で全面禁煙になったことや、新客の取り込みに大失敗、若者に媚びたアニメ機なんかも導入してるけど全然効果なしと。まあ若者はスマホで課金ゲームやっちゃって手軽だしね、どこでもできるしね、賭博を遊戯と呼ぶことに無理があると。まともに書いてますね、この記事はね。ネットの話です。早く全店舗潰れろと言いたい。ソシャゲに持っていかれたな。なくなっても誰も困らん。賭博場があちこちにある方が異常。北朝鮮への上納金終わった。そもそも無理やりな法解釈で合法なのがおかしい。賭博を遊戯って言い張るのやめろと。そもそもがおかしいんだ。あるべきじゃないんだという意見もありました。2021年の正月は8274点だったんですけど、まあ1年間で637減って、21年度末は7637点になったみたいであります。まだまだ多いよね、7000点もあるね。
記事タイトル、パチンコ業界に激震と書いたけど、まだ7000点もあったら余裕ですよね。多すぎじゃ。全盛期はですね、2万店舗以上あったんだって。いつのことだかちょっとわかりませんけれども、30年、40年前の話じゃないでしょうか。その頃はね、北朝鮮も上納金でウハウハだったんでしょうね。パチンコからの上納金が減ってですね、やけくそになって今年7回もぶっ放してんのかななんて思いますけど、完全完璧なギャンブルなのに、法務省とね、警察庁が遊戯って言い張って続けられるのはそもそもおかしいんですよね。警察が就職先として好かれない大きな原因じゃないでしょうか、これね。信頼性がないっていうかね。私、警察当局とは割と付き合いがあるんですけど、まあデモとか街宣とか活動しますんでね。やっぱ一人一人に知り合い連れてこいよ。っていう。ノルマンだって。就職。で、私お付き合いやる警官の方は、の一人はガソリンスタンドでバイトしていたら、ガソリンを入れに来たパトカーに勧誘されてなっちゃったとか言ってましたんでね。在日左翼はカジノには青筋立てて反対するのに、パチンコにはだんまりなんですよね。北朝鮮の味方ってことが、まあ、はっきりしてますよね。今日時事通信記事、立民連合揺らぐ協力関係、参院選支援方針案が波紋と。連合と立民がうまくいってないようなこと、らしいんですけど、連合はですね、共産党と連携する、選挙協力する候補は応援しねえぞ、推薦もしねえぞって発表いたしました。立憲はこれに対して何ちゅってっかっていうと、これでは戦えない、自民と接近するし連合に信念はないのか、文句垂れてるみたいですね。ネットの反応です。再三組むなって言われてただろう、支持母体を裏切るなよ、共産党にいいイメージないもん、連合はもともと反共組織だろう、立憲はそんなこともわからんのか、連合は立憲を切れよ、戦わなければ立候補すんだってことですかね。リアルパワーで頑張るよ。これ安住淳国対委員長、かつてのね、共産党はリアルパワーとか言って連合をないがしろにした発言でしたね。共産と組むことにしたのは枝野体制でしたが、新代表の泉もですね、共産が自主的に我々に協力することはあり得るなんて、ずうずうしい調子のいいことを言いまくって、未練たらしくね、共産と完全決別は言ってませんね。まあ下心もあるんでしょう。これでは戦えない。立憲にとってはですね、連合は親に等しいのに、何言ってたかね。連合の政治部がそもそも立憲じゃねえかって気がしますんですけど、親にね、なんか、これでは勉強できないとか言っちゃう、クソ生意気なガギンチョみたいで、まあ、左翼は甘えっていう、いい実例だなぁって思います。いずまでも子供のままでね。信念はないのかとか言ってるけど、どういう信念だ、何の信念だ、少なくとも親に言う言葉ではないですよね。立憲の国会議員はね、の連中が持ってる信念って、なるべく審議サボって議員報酬もらいたい、威張れる議員先生でいたい、先生先生と呼ばれたいぐらいしかねえもんね。地方議員はね、善良で働くのいとわない人もいますけど、立憲の国会議員全部ダメですね。佐渡金山世界遺産登録推薦を中国共産党が韓国を出しにして非難しておりました。外交部発表であります。誠実で責任感ある態度と実際の行動によって、歴史が残した問題を適切に処理し、アジアの隣国と国際社会の信用を得なければならないと。日本にばっかりな責任を押し付けてちゃんとしなきゃダメだよみたいな上から目線のこと言ってますけど、ネットの話です。お前らが国際社会の信用を言うな、よく恥ずかしげもなく、中間だけには言われたくない、ウイグル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 、
ぬすっとたけたけしいとはこのこと。国際社会からの信用ゼロが申しております。また鏡見ながら喋ってる。中国は関係ないのになんで絡んでくんだ。歴史が残した問題を適切に処理し、国際社会の信用を得なければならないとか言ってますけど、日韓に残ってる問題なんかないっすからね。1965年の日韓基本条約で永久かつ完全に解決済みってされてんだから、ウイグル、チベット、香港でですね、今も人権蹂躙し続けて問題を大増産してる中国共産党だけには言われたくないですね。自分のことは高い高い高い棚に上げる。これは在日左翼と同じであります。我が身を顧みず相手に完全完璧を求める。これも一緒ですね。豊島区の議会でも共産党議員がよくそれやっても、中共や韓国政府や在日左翼を敵と認識してですね、きちんと敵視してない人はこれで騙されちゃうんでしょうね。ちゃんとしなくちゃダメだよって言われて、とんでもねえやつに言われても、ちゃんとしなくちゃ、そんな気になっちゃうんでしょうね。議員になってですね、痛感しました。いい人ぶりたい欲求は凄まじいものがあります。岡田斗司夫さんがですね、これに関係してこんなこと言ってました。石器時代の仲間殺しは 15% ぐらいだった。これは群れの中で、大体ですね、20人から50人ぐらいの集団で、過ごしてたみたいなんですけど、まあ、落ちこぼれを間引くっていうんですか、あいつ全然働かねえな、あいつ全然役に立たねえな、口減らししよう、15%。農耕時代は、農地争い、水争いで 20% に上昇と。あいつ、田植えの時、全然仕事できねえな、とかですね、隣の村の農地を奪えとか、水をこっちの田んぼに引けとか、まあそういうことなんでしょうかね。落ちこぼれを殺害し、集団機能を守っていた。まあ自分の属する集団が、機能不全にならないように、落ちこぼれを事前に間引いていた。興奮での殺害なので、事前に噂が広まると。これね、なんとなくあいつが気に入らないっていう、個人的な、恨みで、やっちゃったりなんかすると、その人が浮きますんで、みんなのためにやるんだっていうようなことにしないとさすがにまずいということで、噂が広まる。災害より疫病よりも集団の中の自分の評判が死活問題であった。そうですよね。 20% どんな災害でも疫病でも 20% 死ぬっつったら大概だもんね。しかも常時ですから、生きるために脳はそれに敏感になった。つまり自分は他者からどう思われてるか、悪く思われると排除されちゃう、この世からっていうこと。だから人は SNS を見ずにはいられないと。今ね、SNS に中毒になってる人、これはやむえないことなんだっていうような感じで、岡田さん言ってましたけど、自分の話で脳内麻薬が出るのは殺されないための予防だから。つまり自分は集団にとって有益な人間なんですってアピール、自分語りっていうんですか、しないとやられちゃうかもしれない。からとっても重要なことなんだ。生死に関わる重要なこと。だから自分の話してると脳内麻薬が出て、報酬を受け取れる。自分にとっても気持ちがいい。なるほどなるほどな。いい人ぶりたい欲求がですね、これほどまでに強力なのは生死に関わる問題だったからなのか、なんとなく納得しました。今評判がですね、今はですね、現代は評判が大最悪でも、まあこの世から排除されませんのでご安心ください。鳩山由紀夫や菅直人や小沢一郎がのうのうとまだ生きているっていうのはその証拠であります。評判なんか気にしなくても、現代になっても SNS を気にするのは、まあ何万年もかけてですね、出来上がった脳みそ、つまり人の噂が自分の生死を左右するっていうので出来上がった何万年もかけた脳みそに未だに引きずられてんでしょうね。
だから、この世から排除されない、なんぼ評判が悪くても。で、分かってはいるけど、SNS、自分の評判を気にせずにはいられないと。で、結論が、いい人ぶりたい欲求は凄まじいっていうところに行くんですけど、朝日新聞のリーテラーもですね、異常な長文で、佐渡金山反対の記事書いてたけど、まあ、異常な長文、これも在日左翼の手段であります。受け取った方はですね、1000ページもドサンって持ってこられると、一発で全部読む気なくせますよね。あーって。で、なんとなく、こんなに書いてあんだから、何らかの理由あんだろって、誤解させ、あー、わかったわかったってなるっていうね。実は大したこと書いてなかったり、関係ねえこと延々書いてあったり、支離滅裂だったりするんですけどね。在日左翼をきちんと敵視してない人は騙されると。敵はこちらをですね、敵視して、なんとかして騙してやるとか考えてるんですから、まあ、ぼーっとしている善人は、覚悟を決めた卑怯で卑劣な悪人に、まあ、分は悪いですよね。ということで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。